どうも赤星です。火事だぜ。はい、よろしくお願いします。だーい。さあ、今回はラーメン兼ということで、東京都世田谷区北沢にございますお店ですが、こちらはなんと7月26日にオープンしたばっかりのお店。おめでとう。おめでとうございます。ということで、進めていきましょう。こちらですね、井の頭線小田急線の下北沢駅ということですが、下北沢、これ注目ですよ、なんせ二郎系がこれまで1店舗もなかったんですよ。おお、なんとあんなに利用しやすい駅なのに。駅なのに。そう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 、まあお隣にはあったけどね、新大田と千里眼が、ね、で、ここ二郎の目黒店の助手さんが新しく出したお店なんですよ。はい、10年以上いたあの二郎の助手さんなんだけど、だそれが卒業して新しく出したということで、すぐ行ってまいりました、ね、でお店がですね、住宅街の奥にあってマンションの出入り口とこう密着してるんで、訪問した時はね、これお願いですから静かにしてくださいと私からも言いたい、ね、まあ、居づらくなっちゃったら困るんで、ね、あ、確かにね、でですね、これよく見て、インスパイア系、いえいえ、スピンアウト系ということで、完全独立を意味する意味、あのスピンアウトって言葉らしいです。ほうほうほう。そうなんですよ。だ、目黒の味とどう違うのか見ていきましょう。はい、ね、基本メニューはですね、小大小豚大豚、そして小の小という小さいのもあります。まあ、女の子が食べやすい。食べやすいやつ。お子様とかね。で、今回は大豚をまあね、見ていきましょう。きた豚。こちらです。うん、大豚全部、回しまして。行っちゃってるよということなんですけども、はいはい、ですね、目黒二郎の台はですね、そこまで多くはなかったんですけども、はい、まあ今回現ではもう一般的な二郎系の量ぐらい入るよということなんで、お、あの目黒の量を知ってる人といえど、ね、ちょっとこう気をつけてください。変わってますんで、量的な部分はね、目黒二郎とはね、こう豚また違います。全然違いますね。ちょっと厚めのギチギチ豚ということで、ね、小大は4枚の豚が入るんですけども、最初にもうますぎても3枚いっちゃってるからね。身もね、なんかちょっとぎっしりしててね。あ、そう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 、まあ、そうですね、その通りなんですよ、でも野菜量もね、あの目黒とは違う、マシマシ度がこうしっかり反映されてる真っ白なんですよね。おお、シャキシャキ度も強いということで、あの梶さんも結構目黒二郎行ってたからね。あ、結構行ってましたね、前回住んでた場所は。前回とか前回しかないけどもそう、何回目黒住んでんの。ねえ、まあ麺はね、目黒を彷彿とさせるゴワット麺、ここは引き継いでますね。あ、やっぱうまいからね。そう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 、あのこの極太でちょっとこうザラつきのある麺で、そう、いやあれね、吸引力必要だけど、ここでもやっぱりこう吸う力が試されるよっていうね、これはいい、ワイルドな麺で引き継がれておりますということで、さあ、そして、はい、どんどん見ていくけど、スープ、これもね、はいはい、目黒を踏襲した形の皮乳化な一撃なんですけど、無料トッピングの今回ラー油がね入れられることになったんで、ここがちょっと目黒とは違うところかな。ラー油トッピングの味もするんで、あ、すごい。ラー油。そう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 。で、まあね、このニンニクをいつも通り上からかけていきますけども、よいしょ。ね、よくじゃい。ニンニクラー油のうまさで、もう汗が吹き出す吹き出す。いや、いいね。ね、やっとね、暑くなってきたんでね、この前まで雨だらけだったから、まあこれ関東の話ですけど、まあ他の地域は結構梅雨明けしてる場所多いですが、その雨のごとくかけていくホワイトペッパーポンド缶、ザバーザバッと、めぐじと胡椒の色もブランドもサイズも同じというところですね。そして見ていくこちらのグッ、ニンニクの多さ、ラー油の強さでだいぶ重いんですけども、はい、この胡椒はだから少量で OK だよという、おー、そう、気をつけてくださいということです ね、 なるほどね。まあ、どんどん見ていきましょう。油、お、大きいのがたまたま入ってましたが、量的にもめぐじより結構多い。ほうほう。いうことだ。ちょっとなんかそんな気がしました。まあ、めぐじでも多い時は多いけどね、油ね。あ、確かに。多い時も多いけど、まあ、で、めぐじにあってこれ、卓上返しっていうのはこちらではございません。お、なので、まあ、辛めにしたいよって言ったら、初めにコールしないといけませんよ。あ、なるほどね。そう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 。途中も気をつけないと。気をつけろということでございますね。ということで、ごちそうさん、あ、よいしょー、イエーイ。いや、今回すごいめぐじとの比較になっちゃいました。いや、ほんとなんかスピンアウトっつってたけど、いやいや、どの点がっていうね言いたかったんで、どの点がっていうと、マシマシレベルは断然高い 88.7。 いや、いいね。ということでございます。なぜここまで丁寧にやったかっていうと、はい、僕らラーメン、僕はもうラーメン二郎としては目黒店が一番好きだって言ってますね。いや、助手さんやっぱ
ぱりね、美味しいっすよね。あやっぱさすが長年培ったこの技術、うん、技、味。いやありがとうございます、本当にちゃんと目黒吸収してきました。いやそうですよ、若林さん直伝のとか言っちゃったりして、いやいいですね、若林さんっていや若林さん、店長さん、店長さん、若林さん。そうそうそう、あのね、でもね、やっぱ下北でしょ。いや、はいはい、ピーコックに劇場があってさ、あありますね、みんなライブ出るじゃん、はい、ね、だからこれ劇場終わって二郎系食べ行こうかってなったら、はい、これまでは千里眼、新大田しかなくて、そうですね、ね、うん、ちょっと一息の移動がまあめんどくさかったんだけど、めんどくさかった。これね、皆さんってこれ芸人さんのことだけど、ね、ライブ終わっていけるんですよ、ついに、はい、大興奮ですよね。多分芸人8人は並びます。あ、芸人だけで1行列いや、その日のライブ終わった昨日行列だよ、あの子たちでしょ、あの子たち、ね、ラーメン源さんね、また行きたいと思いますんで、うわ、よろしくお願いします。ぐわーThank you.